立浪監督、試合後の談話、ようやく。やはり、なかなか点が取れない。点が取れないと勝てない。走塁ミスも多かった。ミスをしては、なかなか点が取れないし、なかなか勝てない。久しぶりの先発大野雄太投手。ボール自体は良かった。暑さもあって5回あたりからちょっとボールが浮き始めた。6回くらいまで踏ん張って欲しかった。5回の失点、森下投手に打たれた場面。追い込んでいたので、あそこは三振が欲しかった。カープ森下投手。森下投手、今日決して調子は良くなかったかな。真ん中付近にもボールが集まっていた。良い形で1点は先制できたんだけれどもな。明日の予告先発、ネオ投手。思い切っていってほしい。打線もしっかりと援護してほしい。なかなか大変だけど。何回点が取れないって言うんだ？もうこのコメントも嫌った。点を取ろうとあなたが指示しないし策もやらないじゃん、打たせるだけじゃ無理だって。仲多すぎる、そりゃ中田と中島に固執するわ。ポケモンゲットしとけ、ゲットされる側かもしれんけど。そりゃ2番校長福永に初回から脳死バントしてたら点取れないわな。お前の中田正気用と福永へのバント指示が一番のミスだぞ。なかなか言い過ぎ、ダブル語彙力もなくなってきたか。打てるとか打てねえとか知らんけど、守れないとか走塁ミスは本当に勘弁してくれ。大野に森下じゃ勝てるわけないと思ってたけど、明日も厳しそうだな。連勝した分だけ連敗するチームが上に行けるわけないんだよな。ひたすら期待の加減を超えてくれるチームやな。何が言うや、モグラでも名乗っとけ。ネオ君はもう自分の投球をすることだけに集中してくれればいいで。とりあえず中出すためんはやめようよ。守備は良かったけど、そこじゃないのよ求めてるのは。対広島成績の収束が始まるな。こや細川、前に石川が本塁手前で緩めた時もそこまで意味のないサード突入してアウトになったのに、その時から学んでない。点差がある時のランナーは絶対にセーフになる確信がないなら言っちゃいけない。大野がダメだと苦しい。来年から本気出す、でもいいから復活してくれ。